今日気合い入れて中学生の時のビームラン着てきてますからね。だったらアンゴラ村長呼んどきゃよかったよ。ギガ。どうもナイツ花輪の自由時間です、今日は公園に来てます、今日やる企画が初めて二重跳びやってみた、大人気初めてシリーズなんですけども、僕人生の記憶の中で二重跳び跳べたことが一回もないんです。はい、まあ、皆さんご存知、はい、悪い系なので、はい、ということで今日はもうね二重跳びを跳んでみたいなと思います。はい、ということでね、弟子チューバーの東堂くんが、まあ、東堂くん出ると数字下がるっていうのはもうしょうがないんですけども、運動神経がいいらしいので、ちょっとどうぞ。東堂くんは二重跳びは、はい、できる。二重跳びはまあちょっと、まあ、最近やってないんでちょっと不安ではあるんですけど、はい、まあおそらくできるのではないかと。もう9年間やってたんですけど、機械体操、ね、機械体操、機械体操をやってんならもうそれは二重跳びもできると思いますけども、ちょっとまずお手本をねやってもらって、はい、ちょっと今日僕にコツを教えてもらって、はい、僕ができるようにしたいなと。ちょっと頑張って飛びます。俺だって今日気合い入れて中学生の時のビームラン着てきてますからね。そう、気合い入ってますから、はい、じゃあお願いします、はい、おーすげえ。いや、せめてさ、5回ぐらいやってくれないとさ、お手本なんだからさ。そうです、じゃあちょっと1回、ちょっと5回目指して、これで。いやいや、まあ、俺からしたらすごいよ。だけど、なんか視聴者からしたら、いや、意外とできないもんっす、本当に。本当に？なんで？そういう企画じゃないから。ちょっと待って、だったらアンゴラ村長呼んどきゃよかったよ。じゃあ、この初めから頑張ります。もう一度お願いします。もうダメだ。なんだよこいつよ。出てこ、ちょっと堀江くん交代。どうだろう、いけるかな。ダメだ。堀江くんの方がタップダンス漫才協会で何どのぐらい上手いんだろう。いや、若手だからだったらナンバーワンですよ。今、草野球もフットからもやってるんで、運動はしてるんですよ。めっちゃかっこいいじゃん。じゃあ、お願いします。うわぁ、いや、これ。球技はちょっと、球技以外はちょっと自信ないですよ。さっきのは3回は飛んでよ。お手本なんだから。使えないんだから。もう一回いいですか。まあ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 、ギリいけたんじゃない今の。はい、じゃあ、いけてますか。じゃあちょっと、はい、いよいよ、はい、いきたいと思います。これで俺は、はい、いじめを乗り越えたからね。そんな今の知恵で、すごい知恵でもない、はい。ジャンプが大事。ジャンプのタイミングとその手の振る速さですかね。ああ、嘘でしょ。嘘でしょ。やめてくれよ。真面目にやってんだから。ちょっと、ま、マジ。いきます。いや、はい。43とかだったら普通できないでしょ、1回も。縄跳び。43であんま縄跳び飛ばない。1回も、普通1回もできないと思うんだよ、43の人は。はい。あ、俺、わかりました。師匠って飛ぶスピードが速いんですよ。あ、縄の下ぐらいの時にジャンプ飛ばいい。ぐらいの時に。はい、お、すげえ。いけた？はい、いけてます。ちょっと目標3回。
なんかあの一応なんかポイントが5つぐらいあるらしいんですけど、はい、1つ目は持ち手が脇からおへその間に来るように調節する、こんな感じ、はいはい、で2つ目が持ち手の端を小指に合わせ親指を立てて握る、あ、こう、こういうこと？あ、多分そういうこと。全然違った、今までこうやってた。僕もそうしました。はい。じゃ3つ目が、うん、飛んでいるときは目線はまっすぐ、うん、はい。あ、下向いちゃいけないんだ。はい。はい、で4つ目が、飛ぶときは足を揃えて軽く膝を曲げる。それぐらいってことですか？はい。はい。はい、で、これ最後が、うん、手は腰の近くで回す。あ、こうなっちゃいけないってこと？はい。脇締めてってことじゃないですか、あ、はい、全部違うじゃん、なるほど、でも逆に違くても飛べてますから、もうこっから余裕でいけるってこと、可能性はありますね、じ、何これ、こんなになっちゃうじゃん、いや、これが一応コツらしいです、じゃあなた一回そのコツで、はい、やってみてください、それが合うかどうか、めっちゃすごくない、このゴールめっちゃ飛びやすいです、確かに、いや、マジ3回行ったらすごいね、じゃあ、はい、あ、いってぇ大丈夫ですか、大丈夫ですか、師匠、大丈夫、もうやめた方がいいんじゃないですか、いや、やる、バカにされてるちびっ子たちのために俺はやるんだ、頑張ってください、いきます、惜しいっす、今1回、今1回飛び込ました、あ、お、今、はい、いけた、今2回と何かあって2回できました、はい、連続ではなかったですけど、いや、連続で連続で3回いったでしょ今、いや、20跳び飛んで普通の2回やって、いや、いいじゃんもうそれ俺も思ったけど、いいじゃん、わかんないだろ今のでいや、わかった気がする、はい、でも確実に確実にまずなってるよ、なってます、どうしたんですか、でこんなことやんなきゃいけないんだよ、なんで泣いてんすか、無理だよもう、今は二重跳びの前跳び1回20、無理だよそれ、もうダメだこれ、もうギブアップ、ラストラストに、はい、これ泣いても笑っても最後にさせてください、もう日が落ちちゃうんで、まだ10時半です、朝の、お疲れ様でした、あそこの2階やったとこなんかつないで3回にしてもらってください、テレビってそういうもんなんで、お願いします。はあ、疲れが。はい、あ。